悪事を待ちながら俺は書くか否か考えてる。左から書いても届かない、右から攻めれば届きがち。だが誰かにやっぱり書いてほしいのさ。なぜなら結局届かんとこかゆなる。あいかん、届かん、あと少しなんだ、あとちょっとなんだ。ダメか、これ以上はつるか。あー、ちょっと楽になってきた。よかったよかった、あとは主に書かしてやればいいや。よしよし、昨日のおやつの残りはなしと。ああ、どっこしちょっと。いや、それにしてもめっきり寒くなりましたな。だがそんな世間とは対照的に俺には春が来ていてな。今日はちょっくらその辺の話を皆さんにしちゃおう。お座りして喋るのもなんだから、ちょっくら楽な体勢にならせてもらうぜ。おお、そうだ、話の内容的に腕ぐらいは組んだ方がいいか。ブラロ、あ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 、もにゃも。改めましてみんなおはよう、調子どうよ。それではそろそろ俺に訪れている春の話をしよう。実は先日、相変わらずの俺のラブラブキュンキュンことミルクタンにたまたま会ったのだが、まあ言い方を変えれば待ち伏せとも言うがな。その時にミルクタンの主がこういうわけ。ブラロブラロブー。ああ失礼、なんと俺に向かって小麦くん YouTube 見てるよなんていうわけ。まあ残念ながらその時俺はミルクタンに夢中だったから全然聞いてなかったんだが、主から後で聞いて驚いたよ。ちなみに主はバレたかとか言いながら頭抱えてたよ。そしてもう一つ、先日ライブ配信をしたんだが、そのライブ配信のチャット欄になんとミルクタンのママがやってきたのだ。俺は内心めちゃくちゃ焦っている。なぜならミルクタンのママのアイコンがミルクタンで、ミルクタンの可愛さが世間に知れ渡ってしまったからな。イケてるワンたちが全国から押し寄せてしまう。いや気が気ではない。明日からはもう少し早起きしてバリケードでも作った方がいいか。あれ待てよ、冷静になって考えてみればミルクタンの主、そしてミルクタンのママ、この二人から了承を得ているということは俺の勘違いでなければ、これはすなわち結納が済んだということになるんではなかろうか。いや待て、俺の早合点ということもあるからな、明日バリケードを作った後主とゼクシーでも買いに行くか。ただまあ何よりも大事なのはミルクタンの気持ちだ。これからも逢瀬を重ねて愛を育んでいこう。いやそれにしても主が来るのが遅いな、どうせまた煙出るぐらい頭皮を揉んでるんだろう。まいったな、もうこんな時間ではないか。久しぶりの平日休みだからデイキャンプをする予定なんだけどな、潮風を感じながら芝生で寝っ転がるの楽しみだな。うん、なんだこの気配。デイキャンプは主と行くが、実はミルクタンとのデートの下見であることをしっかり隠そうなんて考えている場合ではなかったな。このキューピッドみたいな気配、絶対に主ではないな。なぜなら主はキューピッドにしては変わった羽をしてやがる。間違いない、主ではない。あいつは俺よりも先にミルクタンを撫でる愛の破壊者だからな。ミルクタンもミルクタンだ、我が主までをも虜にしよって。悪い子ちゃんだ。あ、なんだ、 お主あるじか。マッスルパワー、あるじか、あるじだ、あるじのステップだ。間違いあるめえ、あるじのステップだ。よかったよかった。おいおい、あるじ何やってたんだ。早く行こうぜデイキャンプ、俺はいろいろ下見が忙しいんだ。ああそうだ、あんまりミルクタンにいい顔するなよ。分かったか。うわくせ、この匂いなら大丈夫そうだ。おいあるじ、忘れ物はないか。毎回何かしら忘れるんだからよ。いいねボタンよろしくね。後半へ続く。
ほど。
撤収。